やあや、積んだもんなのだ。今回は2024年シーズンからロッテへと移籍することが明らかになった外選手について見ていこうと思うのだ。横浜で6年間プレーした外選手だったけど、近年は成績が低迷しつつあったのは事実なのだ。とはいえ貴重な助っ人外国人ということもあって去就が注目されていたのだ。そんな中、ロッテへと移籍が決まった外選手、他球団の助っ人外国人を拾うことに定評があるロッテらしい補強だったのだ。そんな外選手の今季の成績について見ていこうと思うのだ。外選手はプエルトリコ出身、1989年2月28日生まれの現在34歳、ベテラン選手であり年齢的には下降線に入りつつある選手。とは言っても実力は圧倒的、 NPB 出場321試合で100本塁打を達成した実力者で、強打力はさすがのものがある。1年目はわずか107試合で41本塁打、2年目は141試合で43本塁打とパワーに関しては間違いない。ただ3年目以降は30本塁打に届くこともなく、2023年は来日後最低の成績に終わってしまった。打率234、さらに14本塁打とで OPS は731で、やはり衰えを感じさせるものはある。しかし2023年は助っ人外国人が不振のシーズンで、新外国人で OPS7 割に到達したのはマキノンとセレーニョのみ。マキノン選手が打率259で15本塁打、 OPS728 であったことを考えれば、新外国人を獲得するよりは外を獲得した方が無難とは言える。助っ人外国人冬の時代といえる近年、年齢を考えれば主力選手として期待できるのは2年程度だが、穴を埋めるには的確な補強。またロッテは昨シーズン巨人からポランコ選手を獲得し、結果本塁打王に導いたという実績もある。外選手がパリーグに移籍することでどうなるかは注目と言える。さて、いつも通り統計学的にスト選手の今季以降の成績を予想してきました。2024年のスト選手は打率242、出塁率317、長打率420で OPS738 という数字。基本的には2023年とほぼ変わらない数字でと言えるでしょう。打席数は99試合で350打席となっているものの、これはチーム状況による。ロッテは一塁手が決まっておらず流動的だったため、スト選手が定着すれば横浜時代よりも打席数を増やす可能性もある。ホームランは350打席で13本塁打と、これも2023年とほぼ変わらない成績。千葉マリンスタジアムはホームランラグーンの実装を経て打者不利が是正され、以前のような打者にとっての地獄ではなくなった。横浜が打者有利という状況から、そこまで大きなマイナスは生まれないと思われる。 OPS738 は今年のパリーグで言えばリーグ10位に入る成績であり、十分に打力でプラスを生み出せる。詳しい指標で見ていくと、まずイソ P は178となっており、これも2023年とほぼ変わらない。ただパワーツールは前世紀と比べると確実に衰えている。 RCTAS でいうと平均的な野手と比べれば 3.8 点のプラスを生み出せるという計算。 WRC プラスも129となっており、平均的な野手と比較して 30% ほど得点喪失を増やしている。ロッテは一塁に山口選手を起用していたが、これで山口選手を外野に回すこともできる。一塁に茶谷選手なども起用していたが、やはり攻撃力不足は否めない。山口選手が外野に回れば外野の攻撃力を高めることもでき、打線全体の厚みを増すことができる。派手さはなく堅実な補強だが、確実にチーム力をアップさせる補強であり、ロッテらしいと言える。さて、2024年のスト選手がかなり堅実であり、打力をアップさせる補強であると評した。では2025年以降はどうなのか。2025年のスト選手は OPS724 とやはり平均以上の打力を見せている。打率239、出塁率315、長打率408で317打席で11本塁打。2025年も十分な打力を持っているといえ、今後2年は確実に中軸打者としてチームを支えてくれる。2026年以降は打力の衰えが顕著になり、 OPS も7割ちょうどと少々物足りなさを感じる数字。一塁手として起用するにあたっては打力不足を感じるかもしれない。とはいえ2027年まではまだギリギリ平均以上の打力を発揮してはくれる。2028年以降は平均以下となるので、長くても2027年までといったところだろうか。外選手が FA 権を取得するのはあと2年ほど。日本人枠になることを考えれば、2027年までは残留する可能性もあるかもしれない。近年のスト選手は着実に出塁を武器にしており、そこは強み。 BB パーセントは 9% 以上の数字をコンスタントに記録しており、2023年は非常に高い数字。外選手といえば長打力というイメージがあるかもしれないが、現在は出塁能力が最大の武器かもしれない。 K パーセントは 25% 高い数字で、 BBK は 0.3 台後半と飛び抜けて優れるわけではない。ただこの出塁能力のおかげで外選手の打力は維持されている。今後2年で外選手の磯は178、169と2割を切ってしまう数字とはなっている。打者としては中距離打者といった数字だが、まだまだ勝負できる。選球眼に関して見ていくと、ボールゾーンスイング率は平均を下回る数字。
慎重にボールを見極めており、アプローチは非常に優れる。ストライクゾーンのボールに対してはしっかりとスイングしており、ゾーン管理能力に優れる。一方で、コンタクト率に関しては、三振の多さからボールゾーンコンタクト率は低い。ただ、これもボール球をまずまず見極めることができているというのは大きい。さらに、球種別の成績を見ていくとかなり興味深い数字が見えてくる。ソト選手は2023年、ストレート系のボールに対して非常に強かった。ストレートに対する打率が優れるだけでなく、8本塁打とストレートに対しては長打も多い。一方で変化球系に対する数字は若干怪しいものがある。ただ、スライダーに対しては過去強かった実績があり、横変化はそこまで苦にしていない。フォーク系に対しては弱さがあり、低めのボールゾーンでの空振り三振も目立つ。高低を使った攻めに対しては弱さがあるが、パリーグのパワーピッチャー相手にはその強みを生かせると思われる。ストレートをしばき回すことによって打撃成績が向上する可能性もあり、パリーグ意識での復活に期待したい。以前の動画でソト選手に関する動画を出した際に、打球方向に関する話をしたと思う。以前は広角に打ち分け、逆方向にもホームランを叩き込んでいたソト選手。ソト選手は逆方向への打球の多さも特徴で、逆方向への打球割合は3割近い。しかし、逆方向へのホームランは今年わずかに1本と、広角打法は見られなくなってしまった。以前までの長打力が衰え、逆方向へと叩き込むほどのパワーは失われてしまったのではないかというのが以前までの推測。ロッテとしては、衰えつつある長打力をカバーするためにもしっかり方向への打球を増やしたいところ。ただ、2023年のソト選手はシーズン中に左足を骨折していたようで、これが長打力に影響していた可能性もある。2023年は逆方向へのホームランが6本と多く、万全な状態で復帰できれば広角打法の復活も見られるかもしれない。ロッテでの復活に期待したい。ソト選手は現在 NPB でも屈指の守備力を誇っており、一塁手としては守備指標が優れる。 DH はポランコ選手がいることを考えても、ソト選手を一塁に置くのは最適と言えるだろう。ロッテ山口選手も平均程度の守備力を持っているが、リーグ屈指の守備力があるということはかなりプラスを生み出してくれる。2023年は一塁手としての守備指標は阪神大山選手がトップ。また西武マキノン選手も非常にアスレチックな守備を見せており、この2人に次ぐ選手としてソト選手が並ぶ。特にソト選手の強みは12塁間の打球に対する強さが光り、一塁線の打球に対しては弱さを見せる。守備範囲は平均以上の数字を見せており、エラーの少なさにも定評があることから、堅実ながらも高い守備能力を持っている。デルタ社が毎年言っている守備指標に基づいて最も守備力の優れる選手を選ぶフィールディングアワードでも2022年に選出。守備力に関しては間違いない実績を持っている。ソト選手は打撃面で4点程度のプラスを生み出すと想定されている。さらに守備力でも足す4点程度のプラスを生み出せる計算になる。打撃と守備を合わせて8点程度のプラスを生み出すことになり、チームの勝利数を1勝程度は増やしてくれると思われる。ポランコ選手とのコンビネーションによって中軸打線の厚みを増すことができたと言えるだろう。将来の可能性という点では厳しいものがあるが、 FA 権取得まで短いので、意外と在籍年数が長くなる可能性もある。今回は千葉ロッテマリーンズへと移籍したソト選手について見てきたのだ。日本での実績も豊富なスラッガーながら、ロッテでも十分に活躍できる成績なのだ。横浜としては一塁を平均以上に守れる強打者を失ったことになり、大きいとまでは言えないものの小さくない損失。以前の動画でも説明したように、オースティン選手が一塁で復活することが望ましいが、可能性はまだ不透明。横浜が今後どのような補強をするかは不明なので、特に外国人選手オタクとしては今後の動きを注視していきたいのだ。そしてロッテ、ソト選手の今年の活躍を期待しているのだ。ぜひ皆さんの感想を聞かせてほしいのだ。ほなまた。